今里駅は、大阪府大阪市東成区内、今里3丁目にある、大阪市高速電気機道の駅。千日前線と、今里筋線の2路線が乗り入れる。交通の要衝である、今里交差点に位置する。千日前線、今里筋線それぞれ、島式1面2線を有する地下駅である。改札口は千日前線ホーム南辰美寄りに1カ所。 道鶴橋寄りに2カ所、今里筋、千ホーム側に1カ所あり、合計4カ所。鶴橋寄り改札付近から今里筋、千ホームへの連絡通路が伸びている。千日前千ホームと今里筋、千ホームは少し離れている。当駅は、千日前線部分が、日本橋管区駅に所属し、駅長が配置され、新深江駅、正示駅を管轄しており、 今里筋、線部分が、清水管区駅に所属し、市議の駅の非管理駅である。2020年11月10日の1日、乗降人員は2388人である。1000日前線においては、引上げ線が隣接しているため、早朝などには、車庫送り出しを兼ねた、当駅始発列車が少ないながらも設定されている。2013年3月21日のダイヤ改正で、 下りの終電に限り当たり駅を終着とする定期列車が初めて設定されたが、2014年8月30日の改正後は当列車も南辰美まで延長された。なお、千日前線の車両は森宮県車場の所属となっている。千日前線の乗務員基地である今里乗務所が存在するため、千日前線の一部の列車は当駅で乗務員が交代する。 かつては、千日前線の車庫である、森宮県車場、今里車庫が存在し、今里駅の鶴橋寄りにあった。4両編成の車両を収容できる、留置線が2000あったが、2011年に廃止され、現在は、今里駅の留置線として1線が残っている。なお、これとは別に、今里駅の新深江寄りにも1000に4両編成の車両を2編成収容できる引上げ線がある。 駅前の今里交差点、近畿日本鉄道の今里駅は東駅から東南東に800メートルほど離れている。大阪市営地下鉄時代は、大阪市立東成図書館に併設する形で、同じ大阪市交通局の大阪市営バス、東成営業所があった。駅前に発着する今里ライナー最寄り停留所は、地下鉄今里となる。以下の路線が乗り入れ、 大阪シティバスにより運行されている。かつては、67A 号系統東深井行や、赤バスや、近鉄バス平岡線が発着していた。また、千日前通りの今里交差点西側には、東成車庫前停留所があり、22号系統の、始発、終点として機能した。ありがとうございます。